ジェームズウルフ、ジェームズウルフ、ジェームズウルフ、1727年1月2日から1759年9月13日は、イギリスの陸軍将校。カナダで、フランス軍に勝利し、同地における、イギリスの支配の確立に貢献した校により知られる。ウルフは、イングランド、ケント州のウエイスタラムで、エドワードウルフ大佐とヘンリエッタ夫妻の長男として、生まれた。 1738年頃に、一家は、ロンドン近郊のグリニッチに転居した。14歳で、父親の第一海兵連隊に入隊し、以降も陸軍一筋に軍歴を積んだ。2年後、オーストリア継承戦争、1740年から1748年が勃発した。ウルフは、病気のせいで、戦争の初期には連隊に同行して、 ヨーロッパへ出征することがかなわなかったが、イギリス陸軍不評連隊である、第十二不評連隊に転属され、数ヶ月後にフランドルへ出港した。ウルフは将尉に昇進し、大隊の副官を務めた。1743年に、ウルフは、デッティンゲンの戦いに参加し、そこでの活躍によって、カンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスに目をかけられることになった。翌年、ウルフは、 第45不評連隊の隊長となった。1745年、ウルフの連隊はイギリスに呼び戻され、ジャコバイトの反乱の鎮圧に当たった。ウルフは1746年に、スコットランドに赴き、ヘンリー・ホーリー将軍の下で副官を務め、チャールズ・エドワード・スチュアート率いる、ジャコバイト勢力の鎮圧作戦に加わり、フォルカークの戦いとカロデンの戦いに参戦した。 カロデンの戦いでウルフは命令に従うよりも名誉を重んじると主張して負傷したスコットランドコーチ人の兵を撃てというカンバーランド公の命令に背いた。この行為は後にウルフが率いることになったロイヤルノースブリティッシュフュージリアーズ連隊での聖望を高める一員ともなった。ウルフはドイツに戻りモードント将軍の指揮下でオーストリア継承戦争の前線に復帰した。 ウルフはマーストリヒトの戦いで負傷し表彰を受けた。1748年21歳ですでに7つの作戦行動に参加したウルフはイギリスに帰還した。そしてスコットランドに戻って守備隊に加わり、1年後に第20不評連隊の勝者となり、スターリングに駐屯した。1750年、ウルフは22歳にして中佐に昇進した。 ウルフは8年間にわたりスコットランドの連帯に在籍し、軍事に関するいくつかの論文を上司し、たびたびのパリへの出張の結果フランス語にも熟達した。ウルフは1758年、その2年前に勃発した7年戦争に参加するべく北米へ派遣された。1756年、イギリスとフランスとの間に明らさまな敵意が燃え上がり、翌年、ウルフは フランス領の大西洋岸の軍港をロシュフォール攻略作戦に参加した。この作戦は失敗に終わったが、ウルフは目覚ましい活躍により国務大臣の大ウィリアム・ピットの目に留まることとなった。ピットはこの戦争で北米においては最大の戦果を得なければならなと腹を決めていた。1758年1月23日、ウルフは順庄に昇進し、 ジェフリー・アマースト将軍と共に、ヌーベル・フランスのルイスブルグ要塞攻略作戦に使わされた。同年6月に、フランス軍は降伏した。ルイスブルグでの功績に注目して、ピットは翌年、ウルフを少々に昇進させ、ヌーベル・フランスの主婦ケベック攻略を目的としたカナダ、遠征軍の司令官に任命した。イギリス軍はケベックを3ヶ月間包囲した。包囲の間、 心理的脅迫作戦の一つとして、ウルフのマニフェストとして、後に知られる書簡をウルフは、ケベック市民に公開した。1759年3月、旅団のケベック到着に先立ちウルフがアマーストに書いた書簡である。もしも、川を航行中の事故で、または敵の抵抗のせいで、あるいは病気や大量の戦死者が出て、 とにかく、何らかの理由で、ケベックが我らの手に落ちないと分かったら、私は、砲撃によって、死害を精進し、畑、家屋、家畜を徹底的に破壊し、一人でも多くのカナダ人をヨーロッパに送り返し、飢金と後輩を後に残して去るつもりです。我らのならず者どもに、少しはジェントルマンらしい、戦争のやり方も教えておかねばなりませんが、 セントローレンス川対岸の岬に気づいた砲台からの徹底的なケベック市街への砲撃に続けて、市の西側の急峻な崖からの大胆で危険な上陸作戦をウルフは指揮した。1759年9月13日の早朝、ウルフの部隊は小さな砲を2門携えて崖をよじ登り、ケベックを直接見下ろす高地に陣取り、その崖からの投範は不可能だと考えていた。 カナダ防衛軍総司令官、モンカルムコを率いるフランス軍を驚愕させた。フランス軍は、その高台からの砲撃が始まれば、死の城壁もついに持ちこたえられないと覚悟し、アブラハム平原の戦いによる決戦に打って出た。フランス軍は敗れたが、ウルフは胸部を撃たれ、戦闘の終結直前に落命した。ウルフは、敵が逃げていきますとの報告を聞き、 イギリス軍の勝利がなったことに満足して死んだと伝えられている。アブラハム平原の戦いは両軍の総司令官が共に落命したことでも知られている。モンパルム港も翌日負傷がもとで亡くなった。ケベック攻略戦の勝利によって翌年にはイギリス軍のモントリオール上陸がもたらされた。モントリオールの陥落によって北米におけるフランスの支配は ルイジアナとサンピエール島、ミクロン島を除いて終わりを告げた。ウルフは事故にも他人にも厳格なことで鳴らした。多病で眼健な質ではなかったにもかかわらず、活動的で休むことを知らない人物であった。アマースとは、ウルフはあらゆる場所にいつでも現れると報告に記すほどであった。宮廷で、この若き順庄は頭がおかしいとある人物が決めつけたところ、 国王ジョージ二世はこうを切り返した。ウルフが狂っているだって。そりゃよい、他の将軍連中に、ウルフが噛みついてくれるんだな。当時のイギリス陸軍の高級士官には、業績はないが、縁故や買収によって、地位を得た、貴族階級出身の人物も多かった。この国王のジョークは、ウルフと狼をかけるとともに、叩き上げのウルフの目覚ましい活躍を引き合いに、 それらの人物の働きぶりに苦言を呈したものであろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。